はい、どうもこんにちは、バシーと。ミクです。はい、また今回ですね、初ミク公式ブログの方に遊びに来てます。いろんなミクちゃんに関する情報がね、出てきたので、ちょっと見ていきたいと思います。まずはブログの方ですね。昨日からなんですけども、初ミクかけることスペシャルライブ2018の先行抽選販売が、昨日から始まりました。僕、前回のことは言ってないんですけども、まあ、それなりに面白かったっていう風な情報が入ってきてました。はい。どんなものだったんだろうな。ちょっと気になるところであるんですけどね。太鼓とミクちゃんのイメージって僕、あんまりなくて、前回行かなかったんですけどね、まあお金がなかったっていうのもあるんですけども、はい。で、日時が6月の2日ですね、やるみたいですね、NHK ホールでやると。なるほど。で、古道さんとのコラボということで、一般販売が5月の2日、先行抽選販売が4月の4日というカラーになってますね。なるほど。6月って僕なんか予定あったかな。まあちょっと後で見てみますね。はい。もし何もないようであれば、ちょっとコードを見てこようかなと思ってます。S 席が7500円で、A 席が6500円。A 席が一番後ろの方ですね。なるほど。で、S 席が前と。2階席のところ S にしてさ、1階席のところで WS にすればよかったんじゃないかなって思うんですけどね。はい。で、なんかマジカルミラーよりか比較的安めですね。うん。まあ、とりあえずこんな風に感じになってます。とりあえず買いのところ、プレイガイドはチケット、ピアのところからと。はい、こんな感じになってますね。初見かけることスペシャルライブのチケット情報ということで、東京ですね。NHK ホール東京都でっていう風な感じになってますね。うん。こちらが先行で、こちらが一般販売になってます。こちらの方の URL は貼っときますので、そうですね。前回引き続き見ていきたいという方、そして新しくミクちゃんのことのやつを見てみたいという方、ぜひ見てください。はい。で、こちらの方なんか、さらなる進化を遂げて、なんかやるということでね。ちょっと楽しみではありますよね。はい。では続いて見ていきましょう。こちら、グッズになりますね。じゃん。はい、毎年恒例ですね。年度レトロレーシーミク2018が、今回は一般販売で登場するということで、こちらのホームページに飛んできてます。はい。で、こちらの方は、グッドスマイルオンラインショップの方、そしてあるいはパートナーショップをはじめとする弊社販売商品取扱店舗、まあ、フィギュア扱ってるところですね。あそこだったらどこでもなんか予約できるみたいなので、こちらの方はちょっと見ていきたいと思います。前回というか、今までは、グッドスマイルレーシングの方ですね。あちらの方で応募しないと手に入らなかったんですけども、今回は一般販売ということで、なんか人気だったんですかね。ちょっとね、詳しいところはわかんないんですけど、今回は一般販売で2年ドローの方が発売されるみたいです。はい。で、商品ページの方がこちら。こちらの方の URL ですね、貼っときますので、ぜひチェックしてみてください。価格の方が、6000円で、発売時期が10月になるのかな。で、受注生産で、3月29日から、2018の10月の25日まで受付をいたしますというふうに書いてありますね。なるほど。で、販売時期は2018の10月と。うん、まあ、これはいつも通りですね。なるほど。なんで今回は一般販売にしたのかっていうところはちょっと気になるところですよね。画像を見ていくとこんな感じ。うん、可愛くよくできてますよね。はい。ただ、神崎さんが描いてるということで、なんかどうしてもなんか俺の妹がこんなに可愛いわけがないでしたっけ神崎ひろさんの作品は。なんかそれ、なんか、どうしても思っちゃうんですよね。まあしょうがないのかな。同じくこちらの URL は貼っときますので、ぜひチェックしてみてください。はい。で、こちらが個人スポンサーの方ですね。こちらの方に載ってるんですけども、フィグマとネンドロイド、もうすでにどちらも始まったみたいですね。で、価格の方とかはいつも通りで8000円と1万5000円、3万円、5万円、7万円というような形になってます。まあ、どちらをやるかは、個人のね、自由なんでね。まあ、どちらでもいいとは思うんですけども。僕は今回、そうですね、一般販売の方でちょっと手に入れてみようかなと思ってます。で、個人スポーツの方でフィグマの方ですね、こちらの方も頼もうと思ってます。はい、まあ、届き次第どちらもレビューしますので、楽しみに待っていただければ幸いかと思います。で、最後ですね。はい、ホビー事業部の開発ブログというところに遊びに来てます。はい、なんでこんなところに遊びに来てるかっていうと、昨日ですね、フィギュアライズラボという新しいブランドが始まったんですね。バンダイの方ですね。はい。で、こちらの方でガンダムビルドファイターズトライに出てくる、フミナちゃんですね。フルネーム忘れちゃった。フミナちゃんがいるんですけど、こっちの方が、なんとプラモデルの方で全身像で、出てくるということでですね、昨日フィギュア界にちょっとね、進撃が走ってましたね。はい。で、なかなかすごい出来で、このパーツの下ですね、この肌のパーツの下、赤いパーツが使われてて、肌とかに質感に使われてる、赤いイメージですね。人間の肌って肌色には見えるんですけども、まあ実は赤だったが、青だったりね、赤だったり、いろんな色が混じって肌色になってるんですけども、そちらの方を再現したということで。
本当にすごい形になってますね。第一のフィギュアライズラボ星野文奈は、肌表現にこだわりましたということで、シールなしの無塗装でここまでできてるとすごいですよね。ほっぺのチークの部分とか、完全に再現してる。塗装じゃないんですよね、これ。すごいですよね。というふうになってるんですけども、ひみなちゃんが目的ではなくですね、こちら第2弾があるんですね。第2弾。はい、こちらですね。そして第2弾はグラデーションを研究テーマにしたフィギュアライズラボ初音ミクを研究中です。ということで、第2弾の方はミクちゃんが出るんですね。全身像のプラモということで、こちらの方も楽しみにしています。はい。で、衣装や髪の透け整形ですね、にチャレンジ中、研究テーマにぴったりなミクさんがどう表現されるか、ご期待。ということで、まあ、まだ商品が発表できないので、まだいつ発売だとかね、どれぐらいの時に発売っていうのがまだわからないんですけども、まあ、こちらの方も楽しみに待ちてみたいなと思います。発売されたらもちろん買いに行って、レビューしたいと思ってます。これすごいですよね。フィギュアライズラボ。気になるところだなぁ。ふみなちゃん以外にもいろいろ出してますからね。フィギュアライズバストですね。前回のやつが。バストの方で結構いろんなシリーズが出てたんですけども、まあ、ふみなちゃん以外にもいろいろ出てたので、こちらの方かなり楽しみですね。バンタジさんが展開するということで、やはりガンダムの、ヒロインが多いんじゃないかと思います。はい。まあ、楽しみですね。というわけで以上3つの紹介ですね。ホビー事業部の開発ブログの方で、フィギュアライズラボ初音ミクが今開発中ということ。そして、ネンドルドレーシングミク2018が、一般販売の方で発売されるということで、こちらの方の商品ページの方を紹介させていただきました。そして最後、初音ミク×コードのスペシャルライブが、先行販売が、昨日から始まったというふうな動画を撮らせていただきました。いずれも楽しみですね。紹介したいずれの URL の方は貼っときますので、ぜひチェックしてみてください。はい、というわけで、紹介したバシーと、ミクでした。はい、またねー。じゃあねー。ミクと、バシーからお願いがあります。はい、チャンネル登録と動画の評価をお願いします。ツイッターもやってますので、ぜひフォローお願いします。それでは、バシーとミクチャンネルを、お願いします。